ティモシー・ジェラード・メイザは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、リーハイグンア,アレンタウン出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のトロントブルージェイズ所属。2013年の MLB ドラフト12巡目で、トロントブルージェイズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブルージェイズで、プロデビュー。アパラチアンリーグの、 ルーキー級キブルーフィールドブルージェイズでもプレーし、2球団合計で13試合に登板して1勝4敗、防御率7.76、27奪三振を記録した。2014年は、ルーキー級キブルーフィールドと A-9 バンクーバー、カナディアンズでプレーし、2球団合計で16試合に登板して2勝4敗、1セーブ、防御率6.75、20奪三振を記録した。 2015年は A 級ランシングラグナッツでプレーし、26試合に登板して3勝2敗、3セーブ、防御率3.07、62奪三振を記録した。2016年は A 級ダニーデンブルージェイズと AA 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツでプレーし、2球団合計で42試合に登板して3勝3敗、4セーブ、防御率2.25。 65奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。2017年、マイナーでは A 級ニューハンプシャーとトリプル A 級バッファローバイソンズでプレイし、2球団合計で40試合に登板して2勝2敗、4セーブ、防御率3.25、58奪三振を記録した。8月14日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りすると、翌15日のタンパベーレーズ戦で、メジャーデビュー。この年メジャーでは19試合に登板して1勝0敗、防御率6.88、27奪三振を記録した。2018年は、トリプル A 級バッファローとメジャーを行き来する年だった。レギュラーシーズンでは、37試合に登板して35回と、2、3回を投げ、2勝0敗。 防御率3.28、40奪三振を記録した。2019年は、チーム最多の68試合に登板した。シーズン終了直前の9月18日に、トミー・ジョン手術を受けたため、2020年シーズンは、全球の見込みとなった。オフの11月20日に、マイナー契約で、トリプル A 級バッファローへ配属された。2020年は、前年の手術の影響もあり、 全休した。2021年4月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。